皆さんこんにちは、朝バー亀仙流チャンネルの朝バーです。今回はですね、先日ご紹介したこちらのミニッツ RWD ですね、 AMG GT3、 こちら僕の友達に頼まれてサーキットで走らせたいということで、必要最小限のオプションパーツをつけたり、タイヤセットして、お渡ししました。はい、まあ、それで最近ですね、スーパーラジコン秋葉原店の方で、かなり、1時間ですかね、1回1時間ぐらいの走行らしいんですけれども、まあ、割とまめに通っていて、ずいぶん走るようになってきて、まあ、少し慣れてきたということで、今のところですね、この T バーだけを交換して、 T バーとタイヤだけを交換した状態で今走らせているんですけれども、まあ、もうちょっとオプションパーツをつけて、走らせやすいというようなことをちょっと相談されましたので、ここに1つ2つ、ちょっとオプションパーツ、これをつけた方がいいんじゃないかなというものを今回装着したいと思います。はい、それで一応こちらは MR03 というシャーシになりますので、上位機種の MR03 エボと同じようなパーツですね。例えばリアのアルミモーターマウントとか、いろいろ装着することは当然できるんですけれども、このミニッツ RWD にこうオプションパーツをたくさんつけていくよりも、そのオプションパーツを使ったお金をこう貯めておいてですね、MR03 エボの方を買っていただいて、こうマシンを交換した方が、まあ、飛躍的に、ポテンシャルの方はアップできると僕は思っているので、こちらにはできるだけ、必要最小限のオプションパーツで遊んだ方がいいというふうにおすすめをしています。はい、ちなみに、僕がミニッツ RWD で、最終的にここまでオプションパーツつけたらもう十分じゃないかなと思っているのがこちらのマシンになっています。はい、オプションパーツつけてるといっても、つけているのは、T バーとこのフリクションの部分ですね。はい、いわゆるマセボールというものになっているんですけども、もうそれがついているだけで、フロントのスプリングも黒のまんまだったりして、オプションパーツもうこれだけしかついてないんですけども、この車を使って、ぐるぐるなります本店で開催された、RWD 限定のレースに出場した時に、なんとこれ優勝することができました。あとジャイロも一応ついてますね。はい、ジャイロ、フリクション、ティーバー、それだけで、もう十分、もうレースができるポテンシャルになるので、ある意味僕は RWD ではもうこれが完成形だと思っているんですけれども、今回は一気にそこまではいかないんですけれども、ですね、オプションパーツまず1つ目、こちら、MML ロールダンパーというこのフリクションの部分ですね、こちらと、はい、ジャイロユニットセットですね。はい、こちら2つを装着しようと思います。で、一応ですね、本当は最初からマセボールにしようと思って、このマセボールを作るときに必要になる、AWD ですね、 MA020 用のフロントサスペンションシャフトセット、こちらの方も一応用意はしていたんですけれども、ちょっとですね、この他にもスペーサーだったりとか用意しなければいけないパーツがあって、ある程度ラジコンをやっている人であれば、ミニッツをやっている人であれば、そういったスペーサーとかですね、この部分になるんですけども、この部分ですかね、はい、こういうスペーサーとかは工具箱をこうごちゃごちゃ探していけば見つかるものなので、なんとか完成できるんですけれども、まだ全くの初心者の方の場合ですね、そういう余ったスペアパーツというのは工具箱探してもなかなか出てこなくて、一からこう揃えていかなきゃいけないことになりますので、今回そこまでちょっと揃えるのは大変かなと思ったので、この MML ロールダンパーとジャイロ、この2つを、装着しようと思います。それでは最初に MML ロールダンパーですね、こちらの方を装着しようと思います。
こちら MML と書いてあるように、本来であれば MML アルミモーターマウント用のオプションパーツになるんですけれども、今回はこちらの MM モーターマウントで将来的にマセボールフリクションに変えていくということを想定していますので、こちらの MML ロールダンパーのフリクションを購入しました。はい、価格の方が定価的には2000円ですね。はい、スーパーラジコン秋葉原店で今回購入したんですけれども、1650円税込みという価格でした。はい、比較的お安いですね。それでは開けていきます。はい、そうしますと、説明書が入っているんですけれども、今回は MML モーターマウントに装着するわけではないので、この説明書とは若干取り付け方が違う形になります。それではまず、こちらをバラしていきたいと思います。それではこちらピッチングダンパーがついているんですけれども、こちらを外してこちらのポストを取り付けたいと思います。はい、取り付けました。ではまずこちらをマシンに戻したいと思います。はい、マシンの方の準備ができました。そうしましたら今度はこちらですね、フリクション、この部分を作っていきたいと思います。それではオプションをつけていこうと思います。まずはこちらを組み立てていきます。説明書では、こちらの部分にこの、後ろの部分ですね、これをこう下に取り付けるような形になっているんですけれども、今回はこれを逆にですね、これの上に取り付けます。でこちらですね、 2×6mm のビスを使ってナットで固定します。はい、できました。はい、そうしましたら今回は、FRP の T バーですとちょっとピッチング方向が弱いですので、今回はピッチングダンパーをつけます。はい、でこちらを、つけようと思うんですけれども、こちらを装着してしまうと、普通のこの状態で取り付けることができなくなってしまいますので、こちらのパーツをこちらの土台に移植します。まずこのネジを外して、この取り付けのこの部分のパーツを取り外します。外れました。でこちらの部分のパーツを使います。こちらに穴が、3つ開いてるんですけども、この穴の真ん中の部分の穴にこれを取り付けてダンパーを固定します。この裏の部分がサラネジ取り付けるようになっているんですけれども、この部分のネジは
先ほどこの部分のパーツですね、はい、取り外した時にもともとついていた皿ネジがちょうどいい大きさですので、それをそのまま使います。取り付けができました。そうしましたら今度はこちらですね、この部分にまずバネを入れます。バネは、フリクションダンパーのセットにハード、ミディアム、ソフトの3種類、ゴールド、ブラック、シルバーが入っていますが、今回はブラックを使います。ブラックはソフトになります。まずブラックを入れて、で次にこちらのお皿を入れます。でこのお皿の部分に、今回はオイルを塗ります。ちょっと手持ちがあまりオイルなかったので、今回こちらの、タミヤのダンパーオイルの900番ですね、もうちょっと硬い方がいいと思うんですけども、ちょっと手持ちがこれしかなかったので、こちらをちょっと塗りたいと思います。ちょっと、まあ、ダンパーオイル塗るときは僕が最近こちらの100均で買った、よいしょ、メイク道具のところで売ってた、筆ですね、こちらの方を使って塗ると、まあ、綺麗に塗れるかなというふうに思っています。まあ、こんな感じですかね。900万なんで割と柔らかいですね。そしてお皿が乗ったら、その上にフリクションを乗せます。そしてここですね、2箇所ここを固定します。そしてこの上側ですね、上側にもお皿がありますので、こちらお皿にもこうグリスを塗って、はい、かぶせます。そして上側にもバネですね、バネを乗せていただいて、こちらを、この付属のビスですね、こちらで固定します。でこうビスを入れた後に、こちらワッシャーをですねつけていただいて、止めます。本当はネジロック剤を使った方がいいんですが、ちょっと今回ネジロック剤忘れてしまいましたので、まあ、仮止めという形で装着しました。はい、これで、フリクションダンパーが装着完了しました。はい、でピッチングダンパーもついているので、ピッチングダンパーの方向も、割としっかりと動いています。今までこれがなかったので、こう後ろがバタバタしてたんですが、これがあることによってかなりバタつきが抑えられると思います。そして次はジャイロユニットを取り付けたいと思います。こちらものすごく小さいビスが入っていますので、こちらはなくさないように気をつけてください。ジャイロの固定用のビスになります。このビスを装着する際には、他のビスで使うようなこのドライバーでは、大きさが合いませんので、精密ドライバーなど、ちょっとこうですね、こう細い先っぽが尖っているような、ドライバーをご用意ください。それでは装着していきます。よいしょ。
ちらは、アッパーカバーを取り外すようになります。はい、取れました。そうするとこの部分に、ジャイロがちょうどすっぽり入るスペースがありますので、ここにジャイロを入れます。はい、そしてこの部分ですね、穴が開いてますので、この部分にネジを入れて固定をします。そしたらアッパーカバーを戻します。ちょうどここの部分ですね、横にコードを逃がすようなへこみがありますので、ここの方からコードを出していただいて、アッパーカバーを装着します。よいしょと、よいしょと、はい、つきました。で、先にではフロントを元に戻します。はい、ここまで戻りました。そうしましたら、こちらですね、こちらの端子をここの部分ですね、はい、この部分が、ジャイロの、端子になりますので、ここに差し込みます。はい、これで完成しました。ジャイロとフリクションがついて、もうかなりポテンシャルが高い状態になっていますので、走行してても今までとはもう全然違う走りが期待できると思います。はい、あとは、まあ、電源電池入れてですね、まあ、走行して、ジャイロの調整をまあ、していくということになるんですけれども、実は一つだけですね、この仕様になった場合に注意点があります。まあ、このジャイロの取り付けたここの部分ですね、はい、本当はこのちょっとフリクションのこのカーボンでちょっと見えなくなってしまっているんですけども、この部分にジャイロの調整するダイヤルがあります。こちらのミニッツ RWD はキット付属のプロポで使用する場合に、ジャイロの調整はプロポではなくマシン側で行うことになります。この部分にダイヤルがあるんですが、その場合はこのフリクションを一度外していただくことになります。はい、この部分ですね、はい、この部分にダイヤルがあって、この、ジャイロの、に付属していたこの棒で、この部分を、ダイヤル調整していただくと、ジャイロの機器の調節ができるようになります。はい、なので、まあ、ジャイロの調整もある程度していただいて、こちら、よいしょ、また取り付けていただくという形になるので、調整するたびにこれを外さなきゃいけないので、まあ、若干そこが、マイナスポイントだったりすると思います。はい、なので、まあ、その、調整をマシン側でしたくない場合には、まあ、4PM プラスとか、ノーブル NB4 といった、プロポ側でこうジャイロの調整ができるミドルクラスのプロポを、まあ、購入検討されてもいいんじゃないかなというふうに思います。ここの部分のネジ穴というのが、意外と弱くてですね、何度も取り外しをしているうちにここのネジがバカになってしまって、ここがきっちり固定できなくて、ここがプカプカ浮いてしまうなんていうことが、まあ、割とありがちなので、ミニッツの樹脂パーツの部分のネジというのは、可能な限りあまりこう緩めない方が僕はいいと思っていますので、まあ、その部分が気になる方は、まあ、最初に調整したらあまりジャイロの調整はさずに、その一回決まったそのジャイロで走っていただくか、まあ、プロポの方を変えていただくといいんじゃないのかなというふうに思います。はい、というわけで、今回取り付けたマシンこちらになるんですが、まあ、いかがだったでしょうか。ちょっと走行を今回していないので、まあ、どれぐらい、ポテンシャルが上がったかというのは、まあ、こちらを持ち主の方にですねお返しして、また、これからもちょっと走りに行くということですね、
ちょっと聞いて、感想の方は聞いていきたいと思います。元は今回、このような状態でしたね。はい、フリクションのついていない、ほぼほぼ箱出しの状態で、この T バーだけ、交換した状態というのをスタートで、今回、フリクションとジャイロを装着して、このようなマシンの方に、バージョンアップをいたしました。はい。で、今後ですね、さらに、もうワンランク僕は、後ろのこのフリクションをマセボールフリクションに交換するというのを最終ゴールだと思っていますので、こちらですね、はい、この部分のスペーサーとかですね、ちょっと微調整に必要な、パーツがありますので、その部分を、今回、次回用意できたら、このマセボールフリクション仕様にして、完成という形にしたいと思っています。はい。で、基本的に今回のマシンなんですけれども、リア周りは多少オプションを入れましたが、フロント周りは、ほぼほぼドノーマルという形になっていて、スプリングもキット標準の黒のままついていますし、他の部分も基本的には何もいじっていません。結構ですね、セッティングの初歩としてはやっぱりフロントのスプリングを変えるのが定番というふうに言われているんですけれども、僕は割とこの黒のスプリングというのは、この RWD を6枚のピニオンのノーマルモーターで走る場合には意外とこれでも問題なく走れるんじゃないかなというふうに思っていますので、優先順位としては割と下げています。はい。再度復習しておさらいをしていきますと、一番最初に必要なものはやっぱりタイヤ、リアタイヤですね、が一番大切。そして次に必要になってくるのが T バーになります。はい。で、T バーとリアタイヤを交換して、その次物足りなさを感じてくるのがフロントタイヤですね。はい。ちょっと曲がらないなというふうに思うと思います。これが前回までで、で、今回はさらに、やっぱりこのフロントタイヤを交換するとかなり曲がってくるようになってきて、操作がちょっと難しくなってしまうかなというところがあるので、ジャイロをつけていただくと、その部分が解消されるということと、あと、こう、ウレタンのコースはやっぱり継ぎ目でどうしても跳ねてしまったりすることがあるんですけれども、そこの跳ねとかをこのフリクションがあることによってかなり抑えることができると思います。はい、コーナーリング中のバタつきなんかもかなり抑えられますので、今この状態のマシンであれば、かなり今までよりもポテンシャルの高い走りができるんじゃないかというふうに僕は思います。はい。で、ここからさらに進化させる場合は、先ほども言ったように、このフリクションの部分をマセボールという仕様にしたり、さらに、フロントのスプリングなんかも交換することによってセッティングの幅は広がると思います。はい、というわけで今回は、ミニッツ RWD を、必要最小限のパーツで、パワーアップするオプションパーツ第2弾ということで、フリクション関係とジャイロをご紹介いたしました。